呼吸法を行うときはまず姿勢を良くしましょう。そして鳥の人はお腹の前に手を出します。脇を締めて手を出しましょう。受け身の人が横から手首をつかみます。鳥の人はそこからすり上げるイメージで振り上げ、相手の脇を上げてそのまま前に出て相手を制してください。鳥の人は自分の中心で相手を制するようにしましょう。